ハンターの皆さん、そしてライダーの皆さん、こんにちは。プロデューサーの辻元です。アシスタントはうさみすこと宇佐美由紀です。はい、というわけで、これの配信がいつだ。ああ、ゴールデンウィークだ。5月3日、ど真ん中ですねこれ。はい、というわけで仮予決定戦がもう始まってまして、東京名古屋が終わってるはずですと、うん、で、あとは広島、仙台、福岡、大阪、そして札幌。やっぱ多いですね、7会場ってなるとね。多いですね、うん、でこれね、前回の配信日が19日だったのかな、はい、うん、あの時僕ちょっとモヤモヤしてたでしょ。そう、あれ何だったんですか。あれはね、うん、あのタイトルアップデートの第2弾があの日だったんです。あ、それでなの。そうなんです、だからモヤモヤしてたんです。なるほど。収録の時は言えなかったんで、うん、はい、だから僕はちょっと怪しいことを言い出したらなんかあるかもなと思ってもいいかもしれないです。一挙一度注目させていただくので。そうですね、ちょこちょこ突っ込みますね。うん、そうですね、はい、ゴールデンウィークもねど真ん中なので、あの何やってんだろうみんな、何やってるんでしょうね、うん、この週の週末が、確か広島かな、5日が広島かなんかですね、はい、初めて広島行くので、うん、楽しみですね。楽しみ。何食べようか。広島焼き。あー、美味しい。以外に逆に、ね、もみじまんじゅう。あとね、うん、ちょっと僕嫌いとか食べれないんですけど。嫌いなの。柿、貝の柿ね、柿、うん、でからあとは広島焼きやろ、うん、でからあと柿、柿嫌いなんですよね、うん、柿は嫌いなの、うんうん、でも本場で食べたら好きになっちゃうってやつもありますからね。なるかな。あとあれはお酒とかもなんか有名なのないんですかね、向こう。お酒もあるんやろうけどあんまり知らんな、僕だって行ったことないんだもん。広島カープね。あんまり広島カープは食べれない。食べれないね、うん、はい、食べれない。というわけで楽しみにしてますので、はい、広島行きます。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、でなんかベラベラ喋りましたけど、はい、今日ももちろんゲストさんが来てくれるということで、はい、お願いします。扉の向こうまで来ています。どうぞお入りください。お邪魔します。今回のお客様は、はいはいはい、ちょっと身内。はい、身内。はい、ということでモンハン部の本山編集長とモンハン部新人マネージャーの鈴木ありさちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、お久しぶりですか。そうなんです、2度目ましてで、ね、私は、うん、はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。まあ、ちょっと後で話しましょうか、いろいろね。はい、はい、ね、よろしくお願いします。お願いします。モンハンラジオ良造の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りします。はい、改めまして辻元です。アシスタントは宇佐美由紀です。今回はモンハン部本山編集長とモンハン部新人マネージャーの鈴木ありさちゃんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。改めましてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけでいつものように飲み物なんですけど、はい、今日はスタジオがちょっと違うくてですね、うんうん、飲み物もレパートリーも違いますということで、うん、わ、不思議なんだけどこれちょっと読めないからパッケージ見せますね。何ですか。これ一番わかんない。これ何、ビワ、ビワ、桃、アプリコットなんとかって。あ、アプリコットね、アプリコットね。私が持ってるのはサクランボとザクロでしょ。ザクロ、ディメスネクター。ディメスネクター。どれいきます。こっちなんですか、それ。これわからん、ビワかな。いや、アプリコットだから普通にアプリコットじゃない。あ、アンズか、アンズ。どうします。何語だ。どうしましょう。全部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 っていう謎の声。なちょっと1個ぐらい開けてみましょうか。じゃあゲストのお二人に決めてもらったら、はい、1個除外する感じだけど、じゃあビワーで食べたことないです。ビワじゃないけどいいですかこれ。アプリコットだけど。アプリコットで。モテモさんどっちがいいですか。じゃあザクロ行きましょうか。これキウイのジュース私気になったけど、まあ結局全部開けるから。そうですね。あ、振った方がいいかも。うん、あ、こぼれた。わー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 。いつ開けてから振り合ってます。ティッシュティッシュ。違えた。すごいな、なんかすいません、ちょっとこぼれただけやから。じゃあザクロまず行きたい人。あ、じゃあ本山さんと私もザクロ行こうかな。これアプリコット。はい、ありがとうございます。わー、いいですか、すいません。薄い赤ワインみたいな。機械に。あ、これしかも USJ のコップじゃないですか。あ、そうなんですね。何回カップが変わったって聞きました。ん、なんかトロッとしてる。え、やだ。あ、ほんとだ。ザクロって結構トロッとしてる気がします。ネクターっぽいね。本当だ。じゃあお久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私ザクロ。あ、うん、悪くない。あ、美味しい、うん、味美味しい、美味しい。これすごい
ザクロ行きます。おう、ね、ザクロはね、いいですよ。おう、あ、アンズボーの味がする、懐かしい。アンズボーのね、ちょっとね、アリサちゃんに分かんないような駄菓子のアイス、ね、意外と、うん、アンズボーの味。じゃあザクロでいいかな。本編入っていこうかな。行こうか。はい、というわけで、うん、ちょっと久しぶりに来ていただいてますね。はい、そうなんです。去年の8月に出演して、うん、それ以来ですね。なんか大人っぽくなりました。あ、え、そうですか。そんなことない、こんな短期間で。なんか雰囲気ちょっと変わったような気がする。ちょっと、うん、ちょっと雰囲気が変わりましたね。ああ、髪は急に伸びましたね最近。そこは急に伸びた。髪かな、髪の毛かな。そんな、え、なんか、そんな、なんか、え、お姉さんな感じのイメージじゃなかったかも、うん、前回は。ちょっと変な人だなみたいな。そんな感じでしたっけ。それはあったね。いや、なんか悪い印象残して帰ってきてるじゃないですか。いい意味でですよ、うん、いい意味で。あ、なら、うん、ちょっと大人になったみたいです。なんか、うん、大人っぽくなった。前回彼女は、うん、まあ、モンスターだったマネージャーになってて、うん、そ, うでした。でそれまでモハンに触れたことなくて。あ、はいはい。で、まあ、その彼女がですね、はい、もう半年ぐらい経って、うん、ね、どれぐらいハンターとして成長したのかみたいなこともね、ちょっと、ね、ハードル上げないでくださいよ。お話しさせていただければ。はい、いつからでしたっけマネージャーって。マネージャー、こう、去年のいつでしたっけ。それこそ7月とか8月。あ、うん、ね、そうか、うん、その直後やもんね。その直後にラジオに来たんですかね、うん、そっからモンハン初めて、当時で言うと、はい、ダブルクロス、そうで、ん、す、任天堂スイッチバージョンをやってたということで、うんうん、今はもちろんワールド、うん、今はそうです。ワールドダブルクロスやってます。やってます。まあ、それでいいんですけど、うん、ですね、うんうんうん、どんなもんなんですかプレイ状況で言うと。そう、太刀をやってまして、あの、その、うん、ダブルクロスの時も太刀をやってたんですけど。太刀っていうの、うん、太刀か、なんかスタンディングみたいな、太刀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 ですね、うん、今回も同じく太刀をやってます。はい、どれぐらい、もう今はエンディングはいってるんですかね、ランクですかね、はいはい、ランクが65までは。あ、結構いってる、結構やってるんですけど。プレイ時間、今ね、セーブデータ見ましたけど、はい、125時間。へぇ、すごい。これはどうなんですか。まあ、すごいすごい、全然すごい。あ、本当ですか。すごいすごい。結構、ちょっと、やってますね。なんか、夜やりすぎて眠れなくなるぐらいやってます。えらいえらい。はい、やってますが、はい、だんだん慣れてきて、そうですね、はい、楽しさが分かるようになってきました。そうか、はい、だんだん分かってきたってことか。そうですね、あーって最初なってたのが、だんだんこう余裕を持って枯れるようになってきた気がします。2作目ってことですもんね。そうね、そうですね、うん、2作目になります。確かに、はい、でもよくね、ここまでね、プレイできるようになりましたな。すごい、1000人みたいな。ここまで来たな。腕組みしてる。よく来ましたね。ありがとうございます、お褒めに預かり。すごいすごい。そうですね、まだでも1年経ってないんだなと思う。本当だ、確かに、ね、はい、結構全然経ってないですよね。そうですね、うん、結構な密度でやらせていただいてるなと思います。今どんな活動してるんですか、新人マネージャーとしては。マネージャーとして、あのオンライン仮会に参加させていただいて、はい、オンラインの方たちと一緒に。あれ、ほぼ毎週、いや、毎週ですね、今。そうですね、毎週ですよね、はい、結構メンバーは毎週やってんのよ、金曜日。してます、してます。あ、すごくない。いや、すごいと思いますよ。うん、友達でも会わないもん、1週間に1回。確かにね。確かに確かに。そうですね、うん、そんな頻度で皆さんと会えるのは本当はありがたいことだなと思います、ね、ね、最初はね、そんなにやる予定じゃなかったんですけど、うん、あ、そうなんですね。意外と好評で、あの、ユーザーの皆さんからやってほしいみたいな、ね、声をいただいて、で、辻本さんに出ていただいた時に、あの、動画を配信してるんですけど、はい、驚異の、あの、視聴数を稼いでしまい、そこで味を占め、これもっとやった方がいいんじゃないですか。危険なこの企画っていう。なんかそれで、あの、この前3人のモンハン部の女子マネージャーでやったんですけど、ハードルが上がりすぎて、辻本さんの時すごいみんな見てくれてたから。そんなに数字気にするんですか。頑張るよねみたいな。いや、そんなに圧がすごい、半端ない数字だったの。半端ない数字でした、ね、そうだったんですよ。何十万って言ったの。そうですね、あれやばい、持ってますね。やばいやばい、数字持ってますね。もうあの数字を持ったまま俺引退するから。最高系の時。そう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 、うん、この時身を引くからね。コントローラー置かないと。配信者としては配信者としてはもうこれで配信者だったね。え、うん、で、そんなですけど、モテヤマさんがね、これめちゃめちゃやってんのよ、はい、お、毎回そうじゃないですか。そうやってますね。だいぶいったんじゃん。いくつ行きますか今ね。100 170ぐらい。うわー、すごい。
だってね、うん、本当にね、あのフレンドやったら今つないでるとか分かるんですけど、うん、いつ見てもいますもん。いつ見てもいる。どんな生活してるんですか？え、僕あのあれなんですよ、はい、一応一日のスケジュールほぼ決まってて、はい、帰って、うん、10時からスタートするんですよ。10時スタートが決まってるんですね。10時スタート決まってるんですよ、大体、うん、でも奥さん寝てもらって寝かしそっから一人で大体10、11、12、1、2頑張って3時間6時間ぐらいだと。え、そんなにやってるんですか？いろんなあのうちの作品いろいろあるので、はいはいはい、他の誰もやったりしてるんですけど、やってますね。すげー、おかしいね。あのね、あれよ、あの昔から携帯機の時とかもうずっとやってるからね、昼休みもずっとやってるからね。そうなんですよ。ちなみに私据え置き機ってあんまりたくさん時間やれたことがなくて、どんなポーズとか何を用意してたら長く心地よくやれますか？はいはい、ああ、僕もねそれいろいろ考えたんですよ。環境整えたいですよね。リビングのテレビだと大きすぎてちょっと疲れるじゃないですか、はい、だから僕もあのこういうちっちゃい PC のモニターみたいな、そうそうそう、であともう椅子とテーブル、あの PC デスクみたいなところに置いて、うんうん、もう普通にこうガチだガチだガチだよ、おい、床とかソファーに座ってると疲れてきちゃうんですよね、やっぱり。そうなんですよね。ちょっと立ったり座ったりしながらやってるんですけど、はいはい、じゃあ6時間やるにはどうしたら心地いいんだろうなと思って、うん、6時間ってライブやで、ほんまに。だって大会出てる人たちがそういう話してましたもん、練習でこれぐらいやりましたっていうレベルの本山さん。すげえな。ね、あれですよ、弊社タイトル数が多いんで、うん、やらなきゃいけないの結構あるんですよね。うん、それでね、うん、さらに他のゲームもやるからね。マジで。そうなんですよ。びっくりするで。すごいわ。じゃあうちの会社のやつだけちゃうで、他の会社のやつもやるから。うん、ゲーム大好き。アイドルの。恐ろしい。本当に。すごい。本山さんこそ配信した方がいい。本山さん、うん、会社で一番やってんじゃん、ゲーム。そんなに。そんなレベル。トップ。あの東京支店のあの周りやったら、多分一番やと思うで。すごい。本山さん。すごいですね。なんか普通に喋っててそういう感じを出さないのに、うん、編集長こんなんやでどないする、やばいで、ね、いや、いや、そんなこと言わないじゃないですか、いつも言わないです、全然なんかクールな感じなんですよ、なんかそんなことしてたとは思う、家ではね、そんなはしゃいでると、全然クールじゃない、全然ほんまに嫁寝かして、そうそう。これ昼休みもなんかゲームやってるんですか、見たことないもん。そうですね、うちのメンバー特に好きです ね、うちの部署というか、うん、ずっとみんなでやってる。そうですね。へー、すごいな。で今据え置きになって会社に持ってこれないじゃないですか、うん、最近だからダブルクロスやってる、そうそう、メンバーがいる、メンバーいますからね。昼休みはダブルクロスやってる。家帰ったら終わるでしょ。ポータブルと据え置きで分けてんだ。そうで、みんなで集まってね、やってましたもんね。本当に好きな人が集まってる会社なんですね、ちゃんと。まあそのね、うちその部署によって違うよ、もちろん。あのうちのその辺の周りはすごいガチな人。ガチだ。すげー。なんかそれのグループラインがあるもん。でそれに俺も今からやるんだけどって打つやん、うん、ほんとみんな来てくれんの、わってうわって。でたまにあのピロンって LINE 来たと思ったら、うん、あの集会エリアの番号だけ送って無言で、そうそうそう、誰か集まってくれんの。学生の会話じゃないからね、すごいですよ。おかしい、愛がありますわ、面白いね。みたいなところまでちょっとマネージャーもね頑張ってもらって到達、ね、してもらわないといけないんで。そうですね、そうですね。これいつも思うんですけど、うん、いつまで新人マネージャー、新人ね、そうですね。新人はあれなんですよ、後輩ができたら新人卒業なんですよ。へー、下ができないと永久にルーキーみたいな。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。タイミングって決まってましたっけ？タイミングですか？いや、タイミング決まってないです。ということですよね、はい、じゃあいつまでか分かんないってことですよね。そうなんですね。そうです、社会人と一緒です。あ、じゃあ50になっても新人かもしれないし、そうそう、下が入ってこないといつまでも新人っていう、ね、昔来るわけじゃないんですね。そうなんですよ、意外とハードルが高いんだよね。そうですね、ベテランになるまで、うん、そうなんだ。昔でもあれですよね、そのマネージャー、うん、ね、人増えてきたらモンハン部48そうなんですよ、グループの集会って言ってたよね。48人集めたら、そんなにいないよ。MHB48 MHB48 もうやめたんですかそれ。
いや、僕の中では夢ありますけど、うんうん、なんか総選挙とかし始めませんか。めんどくさい、めんどくさい、嫌ですか。いいね、いいね、ね、そうですよ、メンタルやられるよ、メンタル、ほんまやね、それよりね、タイムアタックとかやってね、いやタイムアタックならまあいいのか、うん、まだいいか、うん、面白そうね、なるほど、そうです、CD 買うと、CD 買うと、ソフト買うと、あ、ソフト買うと、買うと、確かに、握手券つける、握手券、高い、ソフト1枚で握手は高い、面白いね、そうそうそう、そしたらもう、そうそうね、ミリオン連発ですよ。すげえぞ、ネットで叩かれなくて恐ろしいね、ほんまに、怖い怖い、はい、というわけで、じゃあですね、今ですね、あ、今はもう終わったのか、これマム、ん、マム終わってるかな、これマムタロス終わってるかな、配信で終わっちゃってるかな、終わる日かな、かもしれない、ね、あ、終わる日、あのマムタロスは、うん、あの今あの期間限定で配信されてますけど、これまだ、はい、あのどっかのタイミングで配信されますんで、うん、あの終わりじゃないとだけではないので、はい、あ、そうなんですね、はい、期間が限定のだけで、また違う時に、うん、あの期間限定で配信されたりとか、うん、再配信されますので、もし今回、逃しちゃったなという方は次の再配信をお待ちくださいと、はい、いうことになってますというところで、うん、そうこう言ってるうちに、じゃあゲームに行きましょうか、そろそろ、はい、じゃあ準備してやりましょう、はい、じゃあ行きましょう、お願いします、はい、はい、というわけで準備ができましたというところで、宇佐美さん、ようやくプレイできますか。まだまだわかんないですよ、最後まで、はい、ちょっとツイッターにね、はい、ちょっとお便り来てたら、これ見てくれます、これ、ツイッター、ハンターネーム、ブルーさん、ブルーさん、エンドロールを見てるって宇佐美さんがつぶやいていたのって1ヶ月ぐらい前じゃなかったですか。ちょっとあれですよね、これは餃子の部屋がね、ちょっと時空が歪んでるからっていうのもありますよね、うん、ありますよね、あの皆さんこれ前の回聞いてもらったら分かるんですけど、これデータを ね、あの持ってきてもらってるんですけど、あの、みんな、まあ、アップロードしてね、アップロードして、はい、でダウンロードしてみんなでプレイしようっていう時に、宇佐美さんそこからエンディングが始まりました。始まったね。ご存知の通り皆さん、うちのエンディングは長い。スタッフロールが長い。というわけでできなかったというところで、はい、前回もできないし前々回もできなかったんですよね、準備だけして、うん、そうそうそう、でもあれですよ、宇佐美さん、うん、あのちょっと反省して、うん、あのちょっと収録の前に一回やりたいで、うん、ゲームプレイしたいですって言って、一回やりましょうって、ほんであの手伝ってくれませんかって言って、うん、僕とあの逆転裁判のエシロー、はいはい、で手伝ったプロデューサーズを呼び出して呼び出してとかはオンライン上ですけど、うん、でじゃあやろうかって言ったら、うん、またエンディング見てきた。おかしいとしか思えない。私本当誰よりも見ましたよ。何回エンディングなんだ。好きすぎますね。抜け出せないんですね。勘弁してくれよ。一人行ってきてくださいって待ってましたわ。ようやく行けます。はい、ようやく行けると思います、今日は。何行きましょう。リオレイヤ、歴戦。お、大丈夫、私。大丈夫でしょう。不安が大きい。初めてだよ、ね、ここでやるの。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫でしょう。レイヤーの攻略戦行きましょうか、うん、はい、はい、じゃあ行けましょうか。大丈夫、宇佐美、いや、わかんない、大丈夫かな、大丈夫、大丈夫、本当、ね、歴戦はやられたことあります？歴戦やってないです、私、歴戦初、大丈夫、大丈夫じゃないかもな。ありました、これですね、まあ、大丈夫、大丈夫、本当、うんうん、あ、でも大丈夫か、みんなが違う、しかも4枠じゃないですか、そうです、どこキャンプが正解ですか？どこだ、キャンプ開いてへんとこあるから、開いてへんとこ行き、どこ聞いたとこ、どこでもいいですか、じゃあどっちでもいいってことか、あのね、そこ行ってあの開くようにし、まず、わかった。そうなんですよね、キャンプ開拓してないと、うん、その人がホストになった場合ね、そうそうそう、みんな行けないんで、そっかそっか、はい、じゃあ皆さん準備いいですか、はい、宇佐美さん何か持っていきます、なんか何持っていけばいいかなと思って、大丈夫っす、気持ちを持ってこい、気持ちを、気持ち、気持ちで乗り切る、オッケー、お、僕は大丈夫、準備 OK の仕方が宇佐美さん分かってよかったです。ずっと私このパネル、うん、ただのディス、なんていうんですか、あの飾りだと思ってましたからね。これで本開くんだってなりました。だって最初に私 PSP 逆に持った女ですよ。まずこの使い方から教えてほしい、コントローラーの。OK です、あ、OK です、いけます、じゃあ行きますよ、はい、じゃあ宇佐美さん、いつもの引っ掛け声でお願いします、はい、では行きましょう、モンスターハンターワールドで一狩り行こうね、すっげー痛い、おー、なん、
なんで PSP あの時逆持ってたん？でもスマホとかもそうですけど、結構上下いけるデザインになってません？あの時スマホあったっけ？ないから逆に最先端みたいな。でも十字キーがどっちにあっても使えそうな感じするけどな。そんなことはないろ。画面がこうついてきてくれれば、そういう形で使うゲームもあるみたいな。何言ってね。冷たいよ。冷たいね。冷たい。最初は優しかったんだけどな。そうなんですか。うん、最初は優しかったやっぱり。慣れや慣れ。これぞ慣れや。仲良しですねじゃあ。慣れや慣れ。でも十何年ですよ。わあ。うさ、ん、もでも。もう仕事して10年経ったでしょ。わあすごい。10年経ったかも。大セカンド？セカンド G？ セカンド G？ あ、いやセカンドです。嘘ですか？セカンド、セカンド G がこの前10年経ったから。あ、10年過ぎた。すごいですね。ゼロ歳児が10歳ってことすごいですね。本当だ。やだ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 。それは涙もろくもなりますよ。いや、そうですよね。でも結構みんな一緒に年取ってる人もステージ出てくれてるから嬉しいですよね。確かにな。メンバーが意外とね変わってなくて。確かにな。それはね心強いです。そうやな、一人で年取るわけじゃないからな。みんなだよ、みんなみんな。プラス思考。そっか、10年か、うん、10年続くことってなかなかないからな。仕事でもそうだし趣味とかも。あれ、私なんか違うやつに合ってるけど。ディアブロに合ってるけど。あら、通りかかりのディアブロさん。こっちここ。もう誘導始まってますね。うん、うん、始まってるね、うん、どこにいるんだい。でもバセルがいるから気をつけてください。え、そんなにいっぱい。バセルって会ったことある？バセルさん見たことはある。当分逃がさんとこちょっと見といてもらおう。上からボロボロ降ってきますね。うん、うん、あ、もう会いましたか？やりやってる、やりやってる。はい、ここにいますね。あー、落ちた。あ、ないだ、ないだ。よいしょ。今、夕方？夕方です。夕方とか明け方の方がレアな魚釣れたりもしますね。一番星っぽいのが。やりやってる。来た来た来た。ポロ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 。おーおー、来てる来てる。えらい。あー、爆発する。怖いよ。おー、爆発、巻き込まれた。巻き込まれました。完全巻き込まれ方や。ありがとうございます。おー、バゼルがすげーな。おい、バゼルさん、小石玉打ったんだけどな。みんな見てるだけか。打ってます。あー、見える見える。うわー、嘘嘘。あれ、レイヤーも移動した。レイヤーさんが打っちゃいましたね。ああ、どこ行きました？はい、落としたよ。あ、しかもガチャガチャ。あ、ちょっと嘘、嘘。あ、ん？何してるんだ？あ、爪痕か。よいしょ。バゼルまた来たね。バゼルさ、え、そんな怖いとこ入れないんだけど大丈夫かな？いや、もうそこってもいいよ別に。なんで？いてもいなくても一緒みたいなやめてください。一応出会いたい。それは前、もう同じこと実施して10年なんやろ。なんか年だけ食ったみたいで嫌だな、それ。もう派手やない。10年仕事してもハンターとしてはもう、うん、新入社員やもんな。まだほら、下が来てないから。あ、うちまだ新人のわけでやらせてもらってます。すごい、新人歴長いですね。新人歴長いです。50になっても新人でやる。おお、すごい。みんなどんな感じ？いい感じ。激しいな。よいしょ。ガチャブーが、ガチャブーが騒いでる。かわいい。さやさん、この、あのほら、緑の煙だっていうとこあるでしょ。あ、こういった、こういったら、回復しますか。ありがとうございます、初歩的なこと。知ってた？知ってた、マジで。大丈夫、ありがとう。大丈夫、ありがとう。ついタメ語になっちゃったけど。優しい人にオンラインで会ったみたいな気持ちになりました。宇佐美さん、やばかった言って、はい、あの、応援してあげる。わかりました。やばだ、やばだ。煙突。ちょっと形はそれっぽい。サンタクロス。
あ、ま、ちょっとまだ。あ、サマー。これサマー。あ、やばい。毒が漏れ、すごい毒が漏れて、大丈夫です。漏れ出してる。うん、まあ、余裕よ。え、どうかな、違うね。ウサミさんが襲われてる。お、いますね。おさま。お、はい、取ってない。あ、いけ。さまられた、さまられた。やばいやばい。ああ、来ないで今。ああ。大丈夫。かすめた、大丈夫でした。一応回復しまーす。わあ、ありがとうございます。はまった。助けて。あ、移動する、ちょっと。どうだ、その大丈夫、うん、去り際に蹴られたらちょっと行くかもしれない。大丈夫、もう蹴れへん。あの、痕跡とかあれやったら集めとき、集めていきや。はい、ちゃんと取っていきな。はい、これでね。飛んでる飛んでる。落とすか、はい、落とした。ナイス、いない。どこだどこだ。いたいたいた。よいしょ。よいしょ。よいしょっと。やりたいな。あ、乗れた乗れた。あ、ナイス。乗った。乗りました。ナイス乗り。なんか難しいぞ。いけ。こーん。あーあー、いけたいけた。頑張って頑張って、まだいけるよ。はーい。うわー、うそ。バゼル。バゼル。え、バゼルさん、バゼルさんが来ました。イエーイ。バゼル。やだ、一緒にいる。か、あー、泣かないで。すごいすごい。肥やそうか。肥やしますね、僕。ありがとうございます。はい、お願いします。肥やした。ありがとうございます。肥やすっていいですか。肥やすっていいです。あー、どこ行っちゃった。あれ、レイヤーもどこ行った。レイヤーさんも行っちゃいましたね。仲良しかな。でも違う方に行っちゃった。あー、近い。行って行って行って。よしよし。あれ、ディアブロスかなんかいる、これ。あ、そっちにいるかもしれないですね。あ、ディアブロいるね。います、一緒にいるの。これドーンやらそうか、ドーン。います。あ、間違えた。マナ、あっちゃ、マナ、マナ、どこ、マナ、見えづらい。まだどこ、なんかちょっとだけ見えるけど。あ、ジリジリって言ってます。でもあいつらおれへんやんけ。そう。しまった。よいしょ。よいしょ。ディアブロスは下にいるね。あ、なるほど。ちょっとね、音を立ててみよう。結構かかるな、二人だったら。やっぱ二人だと結構かかりますよね。サマ、アリタちゃんはゴールデンウィークはどんな感じの予定なんですか？ゴールデンウィークはまだ予定が何もありません。え、今すぐですか？え、そうなの？そうなんです。じゃあ名古屋か広島に。あ、そっかそっか。見て、そうなんだ。そうです、明日の予定もわかりません。え、やばくない？そ
その日暮らしです。そう、明日の予定わからないんだ。そうなんですよ。意外と声優さんって多いですよね。そうです。明日どこそこですみたいな。急に？そうです。そうなの？最近ですね。その日暮らし。その日暮らし。でも確かに私もその日暮らし的なとこあるけど、まあ慣れてくるってのもありますよね。そうです、うん、慣れてないみたいだわちょっと今夢中で生返事になっちゃった移動しますな。あ、そっか、え、ゴールデンウィークでも今年って最大9連休とかの人もいるぐらい結構長く取れるみたいだけど、はい、どこもじゃあ行く予定もないしお仕事もわからないんだ。そうなんです。一応でも、あの釣りに行こうかと思って釣り釣りに行こうかなって。釣り？海に、海に、はい、え、何、何を釣るん？この季節何？あ、でも、アジ？普通にアジとかサバとかメバルとか釣りするんだ。しますします。釣り好きなの？好きです。え、そうなん？そうなんです。でも友達やってくれる人いないので、でもなんか来月花嫁になる子を連れて行こうかなって。情報が多くてどこ突っ込んでいいか分かんなかった。へー、そうなんですよ。お魚も触れるし、さばけるってこと？そうです、さばくまではできます。ないと、すごい。取ったりとか。バーベキューしようよ。いいですね。お魚釣ってきて。いいですね。それを焼こう。なんかタコとかウナギも釣れるらしいんですよ。ウナギ？ウナギです。ウナギ？ウナギって釣れるの？なんか川と海の間の部分にいるらしいんですよね。ウナギか。そう、この前行った時に隣でキッズたちが、言っていいのかな、 HY を流してて、うん、うなぎが逃げるだろって思ったら、その子たちがうなぎ釣ってて、うなぎに響いたんだ HY。 いい、ね、私は認めませんそうなんですよ、はっと思って。 HY さんいいよね、俺大好きよ。HY さん大好きですね。そうですね、うなぎわかんのかな。まあ、なんか川釣りじゃないから、あのうるさくてもよかったね。あ、川は釣れないもんね。そうですね、音出しちゃうと、うん。へえ、釣りか。そうなんですよ。ね、意外な趣味というか、うん、意外楽しいですね、やっぱ。あれ、ここでいいんですかね。もうこれ弱ってるね。あ、寝ちゃった。わかんない。うん、弱ってるね。まず養生さんを捕まえる？捕獲するかい？うん、捕獲しよう。私近くにいない今。捕獲するかい？捕獲しよう。しちゃいますよ。なんでそんな優しく言ってくれるの？捕獲してほしいからです。サメ捕獲する？うん、捕獲しない。どっちやねん。あ、寝てる寝てる。行くよ。はい、よいしょ。はいはい、行きます。早っ。はい、お疲れです。早っ。うまむさん、ありがとうございます。まあでも報酬が何出るかやからね、これはね。ください。安泰だな。よくこの口に食われてるようなやつありませんか？中入ってる。ちょっとわかる。釣りか。釣り、あ、面白いな、釣りなんか。楽しいですね。釣り具屋さん行くとやっぱりちょっと浮いてるなっては。若い女性が いないなって思いながら。でも日焼けとか大丈夫なんです？いや、右側だけ焼けたりしますね。そうなんですよ。太陽の向きによって。いや、でもそうだよね。お疲れ様でした。お疲れです。あれでした。なんでその釣りにハマったの？いや、父親が好きで、元から。あ、そうなんですね。渓流釣りとか海釣りとか。昔から、小さい頃から行ってた。小さい頃から川釣りとか。川釣りとかええな。そうですね、船とか。あ、船。あ、激励出た。船ね。イワナとか。イワナとか、やった。紅玉、紅玉出たら。ああいう玉は出なかったな。すごい、良造さんが助太刀の達人とかいろいろそうなめにしてますね。そうだね。セーブセーブ。はい、というわけで、はい、まあ無事にクリアと。楽しかった。ちょうどこの配信がある時に、うん、多分、DMC とか あとストリートファイターの第2弾とか出てると思う。じゃあここはお便り行きましょうか。あ、行きましょうか。はい、じゃあサミさん聞いたら行きましょう。はい、なんか選んでください。はい、なんかそう、スタッフさんからね、うん、ここで読まれた方があんまり住所と名前を送ってこないから、うん、グッズが結構いっぱい今余ってますって言ってました。なるほど、うん、どんな贅沢な。聞いてるの、うん、読まれた方お名前と住所送ってくださいよ。
さあでは、うん、そんな今日もですよ、もし名前呼ばれたら、うん、住所とお名前送ってくださいね、グッズ送りますんで。これでもそうか、でもそれそんなに送ってきてくれへんっていうことは逆にグッズ目当てとかじゃないんやな、うん、ええー、話よね。そうなると逆に、まあ、その後聞いてないのかもしれないですよ、送ってから震えてた辻本さんが。はい、じゃあ今日のねツイッターの方からはセッターさんのメールからいきたいと思います。モンハン部のマネージャーさんがゲストなんですか。マネージャーに就任してそろそろどれくらいになりましたっけ。モンハン部での思い出など話してくださいっていうツイッターから来ましたよ。モンハン部の思い出、いやなんかそうですね、皆さんと仲良くなるためにご飯を食べに行ったんですけど、はい、まあ、結構みんな個性的でそんなに話がまとまらないで帰ってきましたね。距離が縮まらなかった。そうですね、そうなんだ。みんななんかそうですね、うん、自由な人たち。あのマネージャー全員と、4人組でとりあえず4人組岡田、はい、と一緒日、はい、鈴木の4人で、みんな個性的なので、まあ、そうね、それはそうですね、まとまらないでぐちゃぐちゃって喋って言いたいこと言ってじゃあどうぞ次のターンみたいな。はい、あでもそれがいいんだよやっぱ、ね、女の子で慣れ合ってこう角が取れてきたら一番面白くないことになるから。なるほど、大人の距離面白くないじゃない。じゃあ俺女じゃねえか、女友達の話みたいな言い方で言うのなんてくれる。テンション間違えちゃった、うん、やっぱね、まあでも個性的なのは見てて分かりますよね。分かりますね、うん、タイプが別々の、ね、うん、違うね、はい、なんかちょっとおっとりしてたりとか、うん、めっちゃシャキシャキしてたりとか。ちなみにおっとりって誰ですか。見たてる、うん、あーしてなかった。おっとり、何の部類なのかなって思って何の部類なのか。オカピーさんがシャキシャキっていうのは分かる。そうそうそう、うんうん、しかも三谷さん、これは不思議枠なのか天然枠なのか、うん、それともおっとり枠なのかみたいな、うん、マイペース極めてるからね、うん、あー、うん、そっか、うん、そうですね、裏でシャキシャキしてるのかと思った。何なんですか、キャラやったんだみたいな。怖い怖い、ちょっとみんなの夢を壊すとこです。危ない危ない危ない。リサさん本当に裏表がないね、あのままいつもあのままなので、ね、うん、面白い。確かになんかみんなね、オカピもそうだけど、そうなんですよね、オカピ見たこの間テレビでボリュームみたいな感じで、ね、そうですよ、なんかちょっと期待が圧力が開いてもらえたね。あそっか、ちょっとあのマネージャー全員にも言ってますけど、あの、うん、将来的にプロフィールから消したらダメだよっていう、すごい奇跡的なスターの NG ですよってそれだけはダメよって言って、ね、もう他なんて ね, ね、もうすごい、テレビつけたら出てますから、ね、すごいよね、うん、この前ラジオにも出てて、はい、あれなんか聞いたことある喋り方だった、声でもあるんだ、はい、頭いい枠で出てますから、ね、あですよ ね, ですよね。そんなね、忙しそうにしてるのやっぱゲームはちゃんとやるからね、うん、すごい、すごいストイックだな、うん、じゃあもう一ついきましょうか。はい、はい、その方お願いします。ね、ハンターネーム、はい、片手の立ち使いさんです、はい、皆様、うん、こんにちは。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております、はい、あ、これこの間の、そうです多分かな。ちょっと続きで聞いてる方はあっと思ったかもしれませんが、うん、自分は脳出血の後遺症で右半身麻痺になってしまいました。そうです、うん、TKS 氏とプレイしていたプレイヤーです。これ、ね、以前メールをいただいて、うん、お友達の方から先にメールをもらってたんですよね、うん、そうだったんですね、はい、でご本人からメールをいただいて、もう右半身麻痺でできなくなった、走る、段差を飛び降りる、うん、など自分の分身がゲーム内でやってくれ感動したのを覚えています。気がついたらハンターランク50も超えて100も超えました。辻本さん、スタッフの皆さん、私を再びモンハンの世界へ帰らせてくれ、また仲間と再び狩りができるようにしてくれてありがとうございます、うん、またリアルでもモンハンのように走れるようにリハビリ頑張りたいと思いますっていう、ありがとうございました。そう、ありがとうございます、うん、わざわざね、そう、この前のもじゃあ聞いてくれたってことだよね。そうね、ね、そう、お友達さんからね、メールを先にもらって、うん、右半身麻痺にお友達がなっちゃったんだけど、片手でモンハンをプレイしてるよっていうメールをもらって聞いてご本人がくれたんです。ね、うん、ありがとうございます。なんか本当にね、うん、嬉しいですねこれね。ねえ、これは嬉しいね。プレイしてる上にラジオも聞いてくれてる。ねえ、うん、ありがとうございます。まだまだプレイしていただければ思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、はい、です。リハビリの方もぜひ頑張ってください、うん、はい、またねラジオも一度も聞けるんで、はい、ここにも私たちいるんで、またねお便りぜひいただけたらと思います、うん、思います、はい、でですよ、今日もグッズ送るんで、はい、片手の立ち使いさんもまた住所とね、はい、名前を送ってください。はい、お願いします。はい、じゃ今日はこんな感じ、はいはい、そうですね、です。
はい、じゃあ今日も読まれた方はよろしくお願いしますね。宛先はメールアドレス今から言います。モンハンラジオなので mhr@onsen.ag までお願いします、はい、ではちょうどさっき収録してましたけど、はい、はい、本山さんと高橋みのみちゃんのコーナーに振りたいと思います。この後はモンハン関連の最新情報、高みなちゃん、本山編集長お願いします。モンハンラジオ、モンハン部放送局サード。この時間はモンハン部放送局サードのコーナー。この番組ではみなちょこと高橋みなみです。モンハン部編集長の本山です。まずはメールを一通ご紹介。ハンターネームヘッポコスシマルさんからいただきました。本山さん、モテモテですね。良造の部屋ツイッターによると、今回は本編の方にもゲストで出演らしいじゃないですか。オンライン仮会にも出ずっぱりだし、売れっ子ですね。モテモテですねはね、あながち間違ってない。いや、まあ確かにね、良造さんの部屋にもね出るし、うん、こうどこにでもモンハン関連のところに、うん、モテさんがいないことないですもんね。ああ、それはちょっと意味が違う。プライベートでもモテモテってことね。はい。ですって。だからちょっと僕のモテを分けてあげたい、高橋さんに。うるせえ。うるせえねって、ごめんなさい。いやでもね、ちょっと分けてくれよ本当に。って思うぐらい。でもいいんです、そんな話は。良造の部屋本編にね、モンハン部マネージャーの鈴木ありささんが一緒に出演されるということで、うん、今これにね、はい、出演してるんでしょうね。そうです、そうです、きっとね、うん、絶賛プレイ中でしょう。あらまあ、はい、きっと活躍してくれることでしょう。はい、はい、ちょっと未来の話は分かんないんですけれども。はい、ということで、じゃあね、そんなモテさんのモテモテエピソードはいいんですよ、最新のモンハン情報お願いします。はい、ではですね、モンスターハンターワールドの配信クエスト情報からいきたいと思います。はいはい、デビルメイクライ、はいはい、こちらとのスペシャルコラボのクエストがですね、4月27日より配信されます。おー、ゴールデンウィーク真っ只中でですね、うんうん、いいクエスト配信されましたよ。おー、デビルメイクライ知ってます？デビルメイクライ知ってますよ。かっこいいんですよ、めちゃめちゃかっこいい。ダンテ、私だって初めてかな、初めて、はい、なんかあの、そのなんていうの、等身が高めの、はいはい、ゲーム、うんうん、なんて言えばいいの、なんか主人公の等身が高めのゲーム、はいはい、にハマったの。デフォルメされてなくてね。はい、それすごいハマったの、デビルメイクライですかね。あ、マジですか。じゃあプレイしたことある、はい、あります。おお、プレステ2の時、はいはい、はい、そうなんですよ。で、デビルメイクライとのスペシャルコラボということで、ダンテ装備がですね手に入っちゃうクエスト配信されます。イベントクエスト、いいですね、コードレッド。コードレッド、うん、もう名前すらかっこいい な、 ね、あの対象モンスターがね、なんだろう、これ今出てないんですけど、きっとね、うん、ちょっと難易度高めの気がしますね。まあでもそうでしょうね。はい、ハンターランク14以上ということでね、はい、ぜひやってください。はい、はい、続きまして、それが終わった途中ですね、ゴールデン真っ只中、こちらはですね、ストリートファイター5アーケードエディションとのスペシャルコラボ第2弾。おー、こちらがですね、竜を追いかける女性格闘家さくら、うん、知ってます？知ってますよ。はい、このセーラー服ね、いつも着て、戦うストリートファイターなんですけども、こちらのさくらの装備ですね、うんうんうん、はい、乱れ桜は春爛漫1と2、いいです ね、 ね、この2つで、装備とこれ防具かな、うんうん、が手に入るクエスト配信されます。はい、はい、ゴールデンウィークね、何連休だ、9連休10連休世の中は。そうなんですか。そうですよ。あら、ちょっとごめんなさい。ちょっとね、ゴールデンウィークの話題はあんまり分かんないですけど。そう、僕もね、名古屋大会終わって、次広島お休みなので、多分ね9連休ぐらいかな。え、モテさん休むんですか？疲れちゃうから、ローテーションで行かないと。7会場です、7会場。いや、そうですよね、はい、まだモテさん大忙しのこの季節ですけれども、はい、まあまあゆっくり休んでいただいてね。はい、なので皆さんね、ゴールデンウィークはぜひモンスターハンターワールドをプレイしていただいてね、はい、こちらのクエスト期間限定配信ですのでね、はい、はい、ぜひやっていただければというふうに思います。ストファイの女子って、うん、こうなんか細すぎないのがめっちゃいいですよね。やっぱちゃんと筋肉ある戦う女子って。ああ、そう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 、ムチっとしてますもんね。うん、いいなと思います。そうなんですよ。分かってるって思っちゃう。分かってるやんってね、いつも、はい。はい、ということで、続きまして、こちら行きましょうか。E カプコン限定リクエスト企画、はい、モンスターハンターワールドイビルジョー T シャツ2種が受注開始ということで。こちらがですね、モンハン部でノベルティとして T シャツ2種類作ったんですよ、うん、で、このイビルジョーをテーマにした T シャツ2種類なんですけども、うん、非常に人気がありまして、うん、欲しい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 みたいな、あのね、うん、ツイッターとかで、
書き込みがあったりとか、実際にはイベントとかで欲しい欲しい言われて、はい、おこれはチャンスじゃねえのみたいなそういうなんかダイレクトな気持ちをここに乗せていくのどうなんでしょうかわかんないけど、はい、はい、ということでファンの皆さんのご期待に応える形でですね、はい、こういう企画やっております。はい、で現在ですね絶賛、予約受付中、はい、でこの予約数が一定以上にいくと商品化決定という企画でございまして、まあ両方ともね多分行くでしょう。この夏ねこのイビルジョーの T シャツかわいいのと、はい、かっこいいの2種類ありますんでね。ねえ本当だからなんか女の子がでもどっち着ててもかわいいな。そうなんですよ、うん、いいです ね、 ねタコさんねどっちも似合いそう。 ありがとうございます。白と黒なんかシューってやるやつスプレーアートみたいな感じの、ね、あーそう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 。いいかっこいいこれ、うん、ね、うん、ちょっと大きめのやつにして、うん、なんか夏にねショートパンツとかと合わせたりとかしたら可愛いと思いますね。いいですねみんな。高橋さんなんかね白と黒のイメージなんですよね。でも確かにそうかもしれないです、うん、私白と黒は洋服のどっかに絶対入ってます ね、 ね、あんまりそんな他の色はあのイメージあんまないですよ、うん、今日も黒い T シャツ着てるし。そうですよね、はいはい、ぜひこちらね、5月25日まで、ね、予約できますんで、はいはい、こちら今年の夏に向けてねぜひゲットしてください、はい、ぜひお願いします。はい、最後はこちらいっちゃおっかな、モンスターハンターワールドとアルクさんのコラボメガネ。ほう、毎回ですね、シリーズナンバリングとか作品が出るたびにコラボしておりますアルクさんとのコラボメガネ、はい、こちらが今回もモンスターハンターワールドでやるんですけども、うん、今回はですね、はい、コリューがテーマ。6種類のモデルで登場すると。6種類、はい、私どれがいいかな。やっぱキリンかなこれまだなデザイン出てないんですよ。いやキリンが好きなんで。あキリンにします。はいキリンにしようかな。いやすごいあれかもしれないですよ、ここのフレームの周りこう縦紙みたいなのわかんない、フレームの、うん、あの真ん中のところから角出てるかもしれないなわけないでしょ。いやいやわかんないですよ。アルクさんはきっとスタイリッシュなメガネをね毎回出されてますからね。こちらが、うん、こちらもですね、あれなんですね、1000名様数量限定の事前予約。そうですよ、ウェブで実施中。じゃあ好きなのはキリンですか。やっぱり私キリン好きですね。あじゃあ次は辞典。辞典、うん、辞典はクシャルダオラ。あースマートなの行きますね、うん、一緒に散歩できますもんねクシャルは攻撃しなければ ね、 ね、ずっと一緒に散歩できますから。そうそう、じゃあ高橋さんにはドラマグダオラスの用意しておきましょう、はい、なんでなんでなんでそこはいいじゃないですか素直にキリンかクシャルダオラで、はい、でもドラマグダオラスもね、うん、なんかいつもカンカンさせてくれてありがとうって気持ちはあります確かにすごいなんかフレームがでかそうで、確かにどうしよう、なんか岩みたいなこれなんか端っこの方についてたそんなんじゃないと思いますけれども、まあぜひねデザインの方も皆さん楽しみにしていただいて、うん、そうですね、はい、情報更新されたらまたお知らせしたいと思います。はい、お願いします。あ最後はこれも一応かな、じゃあついでに行っちゃいます。ついでにじゃないですけど、カプコンカフェイオンレイクタウン店で、はい、モンスターハンターモフモフワールドコラボ決定。かわいすぎませんこれ、超かわいい。やだ何このモフモフワールドって。ねえもう何夢かわーって感じよ確かにモフモフワールドということで可愛らしいアイルをはじめテトルーやプーギーたちがカフェ、うん、カフェを楽しんでいる様子がイメージイラストになっていて、今回のこのただマランチョマットとか出るのかな、はい、はい、やだこれぜひパオウルムも仲間に入れてあげたい。あ確かに、ね、ちょっとちょっとあれかな、目線がちょっときつめだから確かに確かにアウトだったのかもしれないですけど、はい、いやでも可愛いです ね、 ね、こちらが、5月17日から6月27日まで、うん、1ヶ月弱ぐらいですね、うん、はい、イオンレイクタウン風内のカプコンカフェで、開催されるということなので、ぜひですねモフモフファンの皆さんぜひ行って、はい、行ってほしいです ね、 ね、コラボメニューとかも多分ね出ると思うんですけど、まだそこまで公開されてないのかな、うんうん、はい、まあ、今回ね、うん、アイルの洋服もめっちゃ私もこだわって作ったりとかしてますから、ね、なんかみんなねそういうあの可愛い自分たちのアイルがこんなに可愛いイラストになって、うん、確かに確かに、そう会えるっていうのはねなかなかないのでね、ぜひぜひモフモフワールド行っていただきたいと思います、ね、あのワールドになって表現 の、うん、あの表現方法がすごいクオリティが上がってるので、うんうん、よりモフモフ感がね確かにあるじゃないですか、うん、ね、どんだけあとはこのモフモフワールドで再現されてるか、そういうのも ね、はい、ぜひ行ってください。ぜひ遊びに行ってください。はい、ということでゴールデンウィークもねモンスターハンターワールド並びにモンスターハンターシリーズ、いろいろねやっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。というわけで、はい、以上モンハン部放送局サードのコーナーでした。お相手は高橋みなみとモンハン部編集長の本山でした。
エンディングでございます。あっちゅう間ですな、うん、あっちゅう間でしたな、はい、ではお二人一緒にということなんで、モンハン部のお知らせや個人的なお知らせがあればここでお願いします、うん、はい、モンハン部なんですけども、5月もですね引き続きオンライン借り換え、あ、いいですね、はい、こちらの方やっていきますね、はい、いろいろイベントクエストとかね、うん、はい、あのガンガンね登場してますんで、こちらも女子マネージャー入れて、はい、ガンガンやっていきますので、ぜひ皆さんご参加お願いします。お願いします。はい、はいはい、じゃあみんな個人的な、個人的に、いいですよ、全然告知、告知いいんですか、全然大丈夫です、はい、まあ、アニメジャパンで、はい、そうですね、告知されたんですけど、うん、ラピスリライツという新しいコンテンツに出させていただくこととなりました、うん、なんかすごくホームページとかツイッターとかもやってまして、すごく本格的というか、もう本当に、うん、もう歌とか踊りとかもさせていただいて、なんか本当に私としても人生の初チャレンジみたいな感じの大きなプロジェクトで、はい、ぜひ皆さんもご興味持たれた方チェックしてほしいです。よろしくお願いします。楽しみですね。そうなんです、ね、みんなどんどん出世していくのね。来 た,、ね、うん、来たかこれですね。多分あれやで、釣りしてる時もちょっと釣れない時はダンスの練習してる時逃げる逃げる、いろんな逃げる。釣りも皆さん楽しいからやってください。仲間が欲しいです。はい、そんな感じです、はい、ぜひぜひ応援してください。はい、はい、ということで、いろいろお話しましたけど、番組にぜひこの番組の感想なども何でもいいので送っていただけたらと思います、うん、でアドレスはさっきと一緒です、うん、mhr@onsen.ag までお願いします。ツイッターの方はハッシュタグ良造の部屋、これをつけてください。はい、というわけでマイカプコン、こちらもあなたの登録をまだまだ待ってます。はい、マイカプコンはカプコンの最新ゲーム情報などいろんな情報が待っていますので、ぜひ登録お願いします。こちら登録無料となっております。はい、というわけでそろそろ第99回目お別れの時間になりました。ということは次回はここで、でも終わるかもしらんで、嘘急に嘘かもしらんで、じゃあちょっと再来週会えるのを楽しみに、うん、はい、それではそろそろお別れの時間です。今回のお相手カプコンつゆもとと宇佐美ゆき、そしてゲストはモンハン部の元山編集長とモンハン部新人マネージャー鈴木ありさちゃんでした。あざした、ありがとうございました、ありがとうございました。終わるかもしんない、うん、終わるかもしんないね、これね。それではまた会えるといいですね。再来週またお会いしましょう。良き人生と良き狩りと良きライド、モンハンラジオ良造の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りしました。